織田信広、信長の兄であり、信長を裏切った男である。また幼少期の家康と人質交換された人物としても有名である。彼はなぜ弟である信長を裏切ったのか、そしてどのように生きたのか、波乱に満ちた生涯を漫画で振り返る。チャプター1、プライドをズタズタにされる信広。1530年頃、尾張の国、織田家にて信広は生まれる。信広。父親は織田家当主の織田信秀、母親は信秀の側室だとされるが、その詳細は不明である。幼少期の信広に関しては記録に残っておらず、生まれた年もどのように育ったかも分かっていない。信長よりも先に生まれた信広だったが、母親の身分が低かったため信秀の後継者とは考えられていなかったようだ。ノップ、うん、しかし父信秀から全く期待されていなかったかと言われればそうではない。成長した信広は安城城を任されていた。安城城は三河の国にあり、東の松平家、今川家を牽制するための重要な拠点であった。ここは織田家が勢力拡大するための重要な城だ。織田家の命運はお前にかかっているぞ、信広。はい、父上。信広は父信秀に従って各地を転戦していた。行くぞ信広。はい、父上。この頃の織田家は隣国の勢力と何度も繰り返し戦っていた。その情勢は非常に不安定なものだった。そんな中、信広が守る安城城に今川軍が侵攻してくる。織田の城を落とせ。くっ、今川が攻めてきた。信広はこの戦いに敗北してしまう。くっ。安城城は落とされ、軍を率いた信広は生け捕りにされた。これは織田家とのいい交渉材料になりそうだ。ぐぬぬ。今川軍を率いた大元節斎は織田陣営に対して交渉を開始する。信広を引き渡す。その代わり、そちらが捕らえている松平の息子を返してくれないか。この時織田家は今川家と同盟を結ぶ松平家の嫡男竹千代を捕らえていた。その話乗った。織田家はこの人質交換に応じた。人質交換の成立により、竹千代は織田家から今川家へと移り、信広は今川家から織田家へと返された。よく戻ってきてくれましたな、兄上。くぬぬ、生き恥を晒してしまった。一連の出来事は信広にとって相当屈辱的だったはずである。この時の屈辱が信広の運命を狂わせた。何としても汚名返上せねば。何としても私自身の力で織田家を再興させねば。安城城の陥落と人質交換により三河の国における織田家の支配力は弱まっていった。チャプター2、ファイブステップ謀反。信広の敗北から約2年後、父信秀が病気でこの世を去る。父上。当主を失ったことで織田家の勢力はますます弱まっていた。信秀の後を継いで家督を相続したのが信広の弟織田信長である。信広は異母弟である信長に仕えることになる。信長。この頃の信長はその破天荒な行動からうつけと呼ばれていた。ウィー。なぜあんなうつけが家督を。家臣の中には信長の家督相続をよく思わない者も多かったようだ。そして信広もまたその一人だったのかもしれない。あんなうつけに織田家を任せていてよいのか。信長の家督相続から約5年後、信広は謀反を計画する。何としても織田家を再興させる。信広の謀反計画には信長と敵対関係にあった美濃の斎藤義達も協力していた。協力して信長を引きずり下ろそうぞ。おう信広殿。信広の謀反は次のような5ステップで計画された。ステップ1、斎藤義達が軍を率いて出陣する。織田領へ侵攻を開始する。ステップ2、義達軍を迎撃するため信長が出陣する。斎藤義達が攻めてきた、我らも出陣するぞ。ステップ3、信広が信長不在の清洲城に入る。出陣した信長様に代わり私が城を守ろう。なんと心強い。ステップ4、信広が城を乗っ取る。城を渡しなさい。うわー、信広様を敵に回すのは得策ではない。ステップ5、義達軍と信広軍で信長軍を挟み撃ちにする。へー。
うわ、降参します。完璧な計画。1556年、信弘の謀反計画はスタートした。作戦開始。ステップ1、斉藤義達が軍を率いて出陣する。出陣じゃ。あははは、出陣、出陣。信長様、斉藤義達が軍を率いて出陣してきました。なんだか余裕しゃくしゃくな様子でした。ほう、余裕しゃくしゃくな様子とな。謀反だな。信弘の謀反計画はステップ1の時点で信長にほぼバレた。おそらく我が家中に謀反人がいる。がしかし、義達軍が攻めてきているのは事実。罠の可能性が高いが、わしも出陣する必要がある。わしが留守の間、誰が来ても絶対に城に入れるな。はい。信長は城を守る家臣に、自分が戻るまで決して城に入れないようにと厳しく命じた。そして義達軍迎撃のため出陣した。よしよし、計画通り信長は城を立ったか。あとは私が信長不在の城に入り、城を乗っ取ればよい。信弘は軍を率いて信長不在となった清洲城に向かった。私だ、織田信弘だ。城の門に入れてくれ。信長様の命令で今は誰も城に入れることができません。え、お帰りください。謀反がバレてる。入城拒否されたことで信弘は謀反がバレたと思い、急いで撤退した。撤退だ撤退、急いで帰るぞ。あの人が犯人だな。こうして信弘の謀反計画は頓挫し、信長にも全てバレた。信弘が城の乗っ取りに失敗したことで、義達も軍を引き上げた。そして、信弘兄さんが謀反人だったのですね。パパパパパ、終わった。謀反がバレた信弘は信長に殺されてもおかしくなかった。しかし、今回は許しますが、次は許しませんよ。信長は信弘を殺さず許した。寛大。信弘はこの時信長に忠誠を誓い、二度と裏切ることはなかった。信長が信弘を赦免した理由はよく分かっていない。ちなみに、信弘の謀反事件と同時期に信長の弟織田信雄も謀反を起こしている。信雄は一度目の謀反の時は許されたが、二度目の謀反を起こそうとした時に信長によって殺されている。チャプター3、最後。1559年、信長は織田家家中をまとめ上げ、尾張を統一した。そして桶狭間の戦いで最大の脅威であった今川義元を撃破し、一気に飛躍していった。飛ぶ鳥を落とす勢いで勢力拡大する織田家の中で、信弘は弟信長のため働いていた。信長が将軍足利義昭を擁立して上洛を果たすと、信弘は京都に常駐して義昭や公家との折衝役として働いた。信長が浅井家、朝倉家と対立した時は、信弘は重要拠点の担い手として働いた。また信長と将軍義昭が対立した際には交渉役として働き、和議を結んだ。信弘は過去の罪を払拭するかのように、ひたすら信長と織田家のために奔走した。しかし、生涯の終わりは突如訪れる。1574年、織田軍は伊勢長島で勢力を持つ一向一揆と戦っていた。この戦いに信弘も従軍していた。織田軍は一揆勢の拠点を包囲し、兵糧攻めを行った。この兵糧攻めにより一揆勢は壊滅寸前となった。このままいけば我らの勝利だ。織田軍の勝利が目前に迫ったその時、追い込まれた一揆勢数百人が捨て身の特攻をかけ、信弘の部隊に切りかかった。去年不明、織田信弘は他の親族らと共に戦死した。そうか、兄上たちが。何としても一揆を鎮圧するぞ。その後織田軍は火攻めを用いて2万人もの信徒を焼き払い、一揆勢との戦いに勝利した。そして信長は多くの犠牲を払いながら高みへと登っていくのである。信弘の娘は織田家の重臣、丹羽長秀の正室となり、嫡男を産んでいます。
そして信弘の血脈は次の世代につながっていきました。今日の名言。私が相手を信じることと相手が私を裏切ることとは何の関係もなかったんだ。中島陽子、十二国旗より。次回の日本史漫画は戦国を終わらせた男、徳川家康の生涯。